ティナリ、その断り方は肝心な点を避けてると思わないか。地域を片付けるのがレンジャー長であるお前の仕事だってことはわかるさ。でもそれじゃ根本的な問題解決にならないのはお前にだってわかるだろ。カジェ様はお前がスメールシティでできることは世界中が治るかどうかに直結してるとおっしゃってるんだ。どこに断る理由がある。気性の荒いやつだね。こいつの言い分を聞こうじゃないの。ティナリには教令院に戻るようお願いに来たんであって、敵にするために来たんじゃないだろう。カジェ様直々にいらっしゃったというのに申し訳ない。僕はただのしがないレンジャー長で、カジェ様のようなチロン派の大物学者のお役に立てるとはとても思えない。ほっほっ、この前お前さんが手紙で自分の恩師を拒絶して正論派の賢者であるあいつの面目を粉々にしたから、わしがあいつの代わりに来てやったまでよ。なるほど。先生の性格なら自ら来て僕を罵倒しないと気が済まないと思ったけど。ティナリ、お前さんの恩師もこのプロジェクトに参加した。あいつには今お前さんの力が必要だ。カジェ様、先生は僕に何をしてほしいの？スメールシティに行けばわかるだろうさ。何日かかる？まだわからん。つまりカジェ様直々にガンダルバー村までいらっしゃったにもかかわらず、前に手紙で先生に尋ねた全ての質問にはお答えいただけないと。もしそうなら恐縮ではあるけど、僕も行きますとは申し上げにくいかな。ティナリ、お前。はあ、もういいよ、行くとしよう。別に、教練員の人は僕にスメールシティに戻って手伝ってほしいことがあった。僕はこっちの仕事が忙しいから断った。ところでハイパシアの方はうまくいった？ああ、少し紆余曲折はあったけど今は元気だぞ。オイラたちもたくさんのことを聞けた。ならよかった。体も回復したんだから君たちをガンダルバー村に引き止める理由はない。ここからはスメールシティに向かうんだろ。ああ、クラクサナリデビに会って聞きたいことがあるんだ。ティナリ、彼女に会う方法を知らないか？申し訳ないけど、あの方に謁見する方法は知らない。それじゃあスメールシティに着いたら彼女のことを誰に聞けばいいかは知ってるか？そうだな、スメールシティにいた時間は長くないから知り合いも研究員がほとんどなんだよね。こうしよう、紹介状を書いてあげる。僕の知り合いの正論派研究員に聞くといいよ。彼は多くの情報を持ってるから。それに君たちがスメールシティに入るときあるものがもらえるはずだ。あんまり役には立たないかもしれないけど試してみなよ。おお、何がもらえるんだ？アーカーシャ端末ってやつだよ。教練員がマハールッカ・デバーダ様が残した遺産を利用して作ったツールでね、スメールを知恵の都市にした礎だっていう人もいるくらいだ。使い方は教練員の人が教えてくれるから僕は出しゃばらないでおくよ。よし、それじゃあ準備してスメールシティに出発だ。でもその前に。その通り、ティナリ、コレイにはまだ大事な話があるんだ。あいつの様子はどうだ？うん、良くなったよ。長い間横になってたから近くを散歩に行かせた。北の分かれ道に向かうのを見たよ。君たちがもうすぐ行っちゃうからそこで君たちを待ってるんじゃないかな。ありがとう、ティナリ。それじゃあ
うん、じゃあね。旅が順調であることを祈ってるよ。